起きた。ついに星5つです。いや慌ててないっす、全く慌ててなかった。よーし、星マックス。自分のお金がもっと増えると。もうでも100万ぐらい貯金してるから大丈夫ですけどね。という相変わらずのノリがあって、宮さんが来ての星5つだからっていう、なんか特別な特別なセリフとかはないんだね。わかった。ということで、じゃあちょっとマイルーム戻ってセーブしましょう。一旦星5つにはなったから。この状態でとりあえず宮のお屋敷に行って何かもらえるものがないかをチェック。ラビタスのアイテムを、はい、もらいましょう。はい、ゲットです。続いてがこれもカプセルドロップ取りました。はい、ゲット。さらにこれもいける。お店のランクが星5つだったらもらえるってやつかな。ルミナっぽい店内にできるというやつですね。さらに BGM、 ロック調の曲、秋のお店ルミナに流れてるおなじみの曲をもらいました。もらいましょうか。これルミナで流れてんのもう忘れたわ、忘れた。あれ10月ん8月頃やったから忘れたわ。ということでセーブもしたから、もう一回セーブしとこうか。一応もう一回セーブします。その上でコンテストを受けてコンテストに優勝すればエンディングですね。ということでラストチャレンジいきましょうか。さあ優勝できれば私の勝ち、ワールドクイーンコンテストに参加しましょう。甘酸っぱい青春という謎の服をもらいます。安くて可愛い春夏アバウトやな。安くて可愛い春夏。結果は後からついてくる。このコンテスト思いっきり楽しんでおいでと。さあみんな応援しておりますね。楽しみにしてると。うん、私も鼻が高いと。秋さんのためにも勝ちましょう。さあワールドクイーンコンテスト、さあ5月のワールドクイーンコンテストを開催。準備は OK？ それじゃあエントリーした子猫ちゃんたちをチェケラ。トイボックスのオリビアさん、さらにはティンバーのコーネリアさんワールドコンテストやな。アルタイルのジェシカさん、みんな外国人や。エンボックスのユーエンタさん、なんかハーフっぽいミドルネームついてる。今回のテーマはですね、安くて可愛い春夏。安いアイテムを中心にキュートなコーデ、春から初夏のイメージ。安いアイテムでキュートで春夏。カラフルでワンポイントが入ったアイテムを使うとキュートになると思うよと。なるほど、自分の力を信じろ。それだけが言いたかった。俺はここで見ているよ。安いだね、値段安め。もう全部安くしよう安くてワンポイント入ってればいいんでしょう。一応チェリーベリーで統一はしてみた。ネックレスはいらんか。安くいこう。
とにかく安くてチェリーベリー統一。これでいいんじゃないかな。よし、これで行ってみよう。ユーエンタちゃん頑張れ。ユーエンタもしかして震えてる？そんな顔しないの。あなたにはこのライ様がついてんだから。私だけじゃないわ。アキさんもオーナーもみんなあなたの味方よ。さあ、笑顔よ、笑顔。さあ、結果どうなるか。さあ、トイボックスのオリビアさん。これ、店長そのものが出ないといけないんだね、このコンテストは。オリビアさんの格好です。いや、みんな強いな、さすがに。さすがにみんな強い。さあ続いてティンバーのコネリアさん。あ、これこいつには勝てそうな気がする勝手に見下してるけど、こいつには勝てそうな気がする。はい、続いてアルタイルのジェシカさん。勝てそうな気がする。ライバルは最初の彼女やな。この人に勝てるかどうか。春夏感はあると思うんですよ、私のは。そしてエンボックスのユエンタさん、いける気がする。さあどうでしょうか。来ますわよ。さあ審査。まさに今優勝者が選ばれているところなのよね。慌てたりしちゃダメよ。きっとうまくいはず。あわわわわ。ライちゃん落ち着いて。全力を尽くしたわ。ゆっくり待ちましょう。うん、今回はさすがに時間がかかっているようだな。審査結果の発表を待ちきれない気持ちは俺だと同じだよ。さあ来ました。厳正なる審査の結果、特別賞。あ、トイボックスのオリビア。やっぱね。やっぱ俺は思った。この人強いなと思ったもん。さあ結果です。結果発表。来るか？おーし、エンディングでございます。いやー、クリアしました。このゲーム、美の不死鳥、世界一の店長でございます。あざす。お、あなたは当ワールドクイーンコンテストにおいて当初の通り素晴らしい成績を収められましたので、ここに表しますということで、ワールドクイーンコンテストなのに全部日本語ということでね。ありがとうございます。ユエンタ、お、優勝おめでとうと。ユエンタが、あなたが世界一だなんて夢見てるみたい。うー、嬉しいよ、フェーンつって。おめでとうございますって。このワールドクイーンになったこの日を取材させてもろて、私、ほんまに幸せもんですわ。ありがとうございます。ライちゃんからもらい泣きしちゃったと。うん、思い出しちゃうわ。履歴書を握りしめたユエンタちゃんが。履歴書当日その場で書いたからね。ルミナに来た日のあのキラキラした目を今もはっきり覚えてるわ。いつの間にかこんなに立派になって。世界一の店長さんね、ユエンタちゃん、本当におめでとう。優勝おめでとう。世界のトップに立った気分はどんなものだい。ルミナにいた頃から君がだんだん成長していく姿を見てきたから、世界に認められて俺だって嬉しいんだ。本当だよ。あの時君の眠れるセンスを感じて店長を任せてよかった。ワールドクイーンのクラウンは今の君にとっても合ってるよ。似合ってるよと。優勝商品ですね。甘酸っぱい選手。いただきます。ワールドクイーンコンテスト、おめでとうつってクラウンもらいました。お店では売れないと。訴えしたら怒られると。そして写真だね。雪地の孫。雪地孫。さあ、ハイチーズ。ほら、いい写真。みんな写ってるやん。ライちゃん泣いてるし。ということでエンディングでございます。いやいや、どうもどうもありがとうございます。収録自体はもう去年の夏に収録しましてね。まあ公開自体はあの10月ぐらいになったんですけど、うん、なのでまあ足掛け結構な期間、9ヶ月ぐらいですか、うん、かかりましたけどね
なんとかクリアになりました。ということでね、星5つになって、そして、ワールドクイーンコンテストに優勝。これがエンディングの条件でございましたね。無事、なんとか、女の子の気持ちが分かったんじゃないかな。でもやっぱゲームなんでね、コツさえつかめば、なんなりとできますからね。まあそういったところもありますけれども、なんとか無事クリアいたしました。エグゼクティブプロデューサーは、岩田悟さんですね。あと、パリオは結構背低いっていうね。パリオ一番背低いやんけっていう。ユキジより低いっていうか、ユキジが高いっていう。ユキジ意外と背が高いっていう、タイトル画面でおまけが選べるようになりました。あ、そうですか。ありがとうございます。おまけでもう一人新しいキャラクターを作ることができます。ありがとうございます。タイトル画面に戻る前にセーブしますか。あ、もちろんしてください。はい、ということでセーブです。いやいやいや、ようやくエンディングですね。あ、終わりました。おまけ、おまけの字が手書きっぽい。なんすかこれ。一体なんすかこれ。おまけ。飛び散ったよ。おまけへようこそ。おまけでは主人公の顔をもう一つ作成することができます。もう一つの顔で新たなコーディネートを楽しみましょう。ん？もう一つの顔で遊ぶには、おまけ画面で顔を作成した後、タイトル画面の続きからでどちらで続けるかを選べます。続きからでおまけで作成した顔で続きから。うん。以下のモードでおまけで作成した顔で遊べません。ワイヤレスショップとワイヤレスコンテスト。うん。もう一回顔作れる。うん、それいらんかな。まあ、それはええわ。ということで、もう一回続きから始めると、さっきの写真が保存できんのかな？飽きてるわ。さあ、ということで、受け取りましょう、両方。もう両方、お気に入りにしましょうね。いや、いい写真ですね、これ。パリオが一番前に来るっていうね。そしてこれ全員の引きの写真。パリオやっぱ低いわ、背。なんやろ、もうちょっとシークレットブーツぐらい履いてっていうぐらい。お願いだからシークレットブーツを履いてっていうぐらい。すげえ背低いわ。まあ、ショップにだけ行ってみましょうか。なんかある？あ、優勝商品が来た。はい。いや、どうもどうも。ありがとう。これは売れんのね。そして何事もなく接客ができると。じゃあ、ミヤさんの家行きましょうか。特に何事もなく。何か増えるわけでもなく。あ、そうですか。ルミナに行くと、ダイレクトメールの話をされると。何事もなかったように。うん。まあ、そういう感じですか。まあ、クリア後の追加予想としては、もう一つの顔で遊べるよっていうところぐらいですかね。まあ、そういった程度ではございますが、クリア後も、まあ、ショップでそのままね、お客さんに接客はできますから、そこは楽しいところですよね。うん。ということで、まあ、シミュレーションゲーム、100% やることのないシミュレーションゲームを一回やってみようということで、セレクトショップのね、店長になっていましたけれども、多少は女の子の気持ちが分かったのかなと。まあ今更分かってどうすんのっていう話ですけどね。まあとりあえず、まあクリアまで遊んでみました。これは Wii U のバーチャルコンソール版ということで、編集でいろいろこう画面をいじってね、それっぽくはしてますけど、DS っぽくはしてますけれども、Wii U の方で、Wii U ゲームパッドでタッチで遊べますので、気になりましたね。ぜひともやってみてはいかがでしょうか。まあ、DS のソフトで買っても面白いと思いますので、うん。あれとはすれ違いできるのかな、うん、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、そういったこともできますので、ぜひともね、男性にもやってみてもらいたいです。うん、女性も楽しめるでしょう。男性もやってみてはいかがでしょうか。ということで、今回はここまでしたいと思います。わがままファッションガールズモード、わがままなファッションにわがままな女子たちのコーディネートをするとこうなるという。はこうなりました。皆さんだったらどうなるでしょうか。ぜひともどうぞ。また次回他の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。